参政党ファンの皆様、ご機嫌はいかがでしょうかナオリュンです。令和5年9月28日の参政党記者会見にて、前代表、松田学さんが衆議院比例区南関東ブロックの立候補予定者として公認されました。参政党は大丈夫なのかと心配されていましたが、大丈夫そうで何よりです。 個人個人の意見が違うのは当たり前で、目指すものが一致していれば問題はありません。余談なんですが、今回の記者会見が始まって間もなく、P 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 と人の声らしき雑音が入っていました。非常に邪魔でしたね。もし人であるならば、やめてねー。はい、今回はここまで。ではまたね。バイバーイ。 ごご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録いいねボタンコメント入力をよろしくお願いいたします。